ファーテメマースメ病ファーティマビン・ムーサー・アルカーはシーア派7代目イマームであるムーサー・アルカーの娘であり、8代目イマームのアリー・アッ=リダーの妹でもある。ファーティマ・アルマースマやファーテメ・マースメ、マースメ=ゴム、ハダラート・マースマの異名を持つ。毎年数千人のシーア派のムスリムがファーテメ・マースメ病に詣でるためゴムへ向かう。兄でイマームのアリー・アッ=リダーよりマースメの名を授けられる。シーア派では女性は自身の族、または兄弟や父、夫が成人である場合のみ、聖なる存在と認められるとされ、ファーティメ・マースメは自身の尊さと知恵によって聖人とされた。口伝によると、イスラム科学を様々に学びムハンマドの教えにも通じており、親兄弟から多くのハディスを授けられたという。父7代目イマーム、兄8代目イマームに親しく仕えたことも、その聖なることの証である。ファーティメ・マースメを称えるハディスすなわち教えは多く、ゴムにある病を詣でることで特効を積むように諭される。8代目イマームの言葉として、ファーティメ・マースメ病に参ることは、イマーム自身の病を参拝することに等しく、イマームが妹に寄せる敬愛を尊ぶものであると伝わっている。他のイマームらは、この病に参った者は必ず天国へ導かれると説いた。ゴムの病で奇跡が起きたという話は、他のどの預言者やイマームの墓所や病よりも多い。ファティマ・マースメが生まれる前に、シーたちはその聖性と知恵を告げていたという。ヒジュラ歴173年メディナ生まれ、家族はイマームの系譜にあり、ファティマは6歳まで、父、ムサ・アルカディムと兄の2人のイマームに導かれ、その傍らで知識とホリーネスを吸収したといい、学者はそれを知識と悟りという特別の恩寵に預かったと記した。10歳の時に第5代カリフのハルン・アル・ラシドに父を投獄されると25歳、離れた兄に引き取られるが、離別の悲しみが癒えることはなかった。父には兄を含めて37人の子供があり、母Najmah Khatunとの間には兄弟のみ生まれた。母はアフリカ北部出身の元奴隷ながら、義母Hamidah夫人の導きを得て、イスラムの教えに深く通じた女性であった。兄は後にイマームを継ぎ、第8代アリー・アッ=リダーと呼ばれるようになる。歴史家は、その呼称の意味を、The One Well, Pleasing, to God from the House of Muhammad と読解した。アッバス朝のカリフであった、マームーンから後継者に指名されても、兄は初め乗り気ではなかったという。呼称クラウンドプリンス、カニーを授かった王子を名乗る兄に対し、内戦中にその立場を認めない人々が現れる。兄はその動きを、マームーンに伝え、人々が呪術をかけられ精神がまともではないと噂して、世情を報告せず、裏では、父方の叔父、イブラーヒーム・イブン・アル=マフディに忠誠を誓っていると述べた。200年、マームーンの命令で、ホラサーンに下放された兄とファティマ・マースメは引き離され、1年を過ごすが、兄の元へ移る決心をする。ただ身内のそばで暮らしたかったばかりではなく、学者たちが指摘するように自らの知識とレリジェオシティを捧げ、兄の政策、分けても女性に関与のある決断に役立つよう望んだという。身内と兄の友人を加えた23人のキャラバンが、ヒジュラ歴201年に出発し、これとは別に12000人が、ホラサーンを目指して旅だった。ところが、ファティマたち一行を含めサベの町で、カリフの手先に襲われ、逃げおせたものはあったが多くは傷を負い、あるいは囚われたり命を落としたりした。目的地に到達したキャラバンはなく、兄弟の再会も実現しなかった。ファティマ・マースメは、処刑を免れたものの、同じキャラバンの身内や、知り合い23人の処刑を見るように強制された。刑が終わると、女性の手で毒を盛られたと伝わっている。苦しみ始めた。ファティマの願いでゴムへ運ぶが、かの地で隠しして葬られた。カテゴリー、アラブ世界の宗教。ありがとうございます。